今日の予算委員会のやり取り、今午後は新3要件についての議論をいたしました。つまり今までは日本自身が旧約聖書の侵害を受けたときということだったわけですが、今回は我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、こういうことに新3要件の第1はなっているわけです。第2の他に適当な手段がないとき、そして3番目の必要最小限度の実力を行使する、ここは従来と変わっていません。この第1の要件について、具体的にこれが基準として、要件として限定することになっているのかということを議論しました。私は全くそういった限定になっていないということを審議を通じて明らかにしたわけです。例えば石油が入ってこなくて経済が大変だと、あるいはアメリカの同盟関係が毀損すると、そういったこともこの新3要件に当てはまるということで、そういうことになりますと、これは絞ったことには全くなっていないわけであります。そして非常に抽象的で、この新3要件に当たるかどうかは内閣が判断するということですが、それでは時の内閣が、相当幅を持って物事を判断できてしまう、絞ったことにはならないということになるわけです。これは自衛隊を海外に出して武力行使をするかどうかということの新3要件ですから、それがあまりにも幅がありすぎ曖昧であるということは、私は法治国家としての手を成していないというふうに思うわけです。この点についてもますます疑問が深まったというのが、今日のやり取りだったというふうに思っています。